こんにちは、山すんでございます。今日はですね、ボクシングで、チャンピオンになるまでの、道のりっていうテーマでね、お話ししてみようかなと思います。まあ、なんだかんだ言ってね、みんなやっぱまあ、ボクシング、ね、井上尚弥選手とかね、まあ、最近だと中谷潤斗選手とかね、健翔選手とか強い選手がたくさん出てきてますけれども、じゃあ一体全体どうやったらチャンピオンまでいけるのかっていうところで、まあ、意外とね、これは知らない人が多いんじゃないかなと思います。私はまあ今一応プロボクサーで、まあただね、戦績としては3戦3敗で、まあそんなにまあ強くないというか、まあ弱いボクサーではあるんですけれども、まあ10月にまあ試合がありまして、まあ今減量中なんでね、ちょっと痩せこけちゃってるんですけれども、まあちょっとね、そのまあ経験をもとにですね、どうやったらね、チャンピオンまでいけるのかっていうことぐらいはね、私でも知ってますんで、お話ししてみようかなと思います。まずね、ボクシングやったことない人に関しての、お話をねしようかなと思います。もうアマチュアボクシングで例えば全日本選手権とか国体とかね、高校とか大学で、ね、結果残してる人のはちょっとまあ、今回、お話はしませんけれども、まあ、私みたいに全くもって、まあ、ズブの素人からどうやったら、まあ、チャンピオンになれるのかっていうことで、まあ、ちょっと話をしてみようかなと思います。まずやっぱり一番最初はですね、ボクシングジムに行かないといけないですよね。ボクシングジム。まあそれでもですね、ボクシングジムでもアマチュアのジムとプロのジムとあって、必ずですね、例えばじゃあ日本チャンピオンになろうと思ったら、アマチュアのジムに行くんじゃなくて、まず、プロ加盟してるボクシングジム行ってください。これはね、調べりゃすぐ出てきます。はい。まあただ県によってはですね、本当に、東北の方とかだとね、ほんと一軒に一つジムがあるかないかぐらいなんで、結構ね、厳しかったりするわけなんですけども、私が住んでる愛知県には、たくさんジムがたくさんありますし、関東の方なんかね、もう、うぞうむぞうにあのジムがたくさんありますんでですね、まあ家から一番近いところに行けばいいのかななんていうふうにまあ思っておりますけれども、とにかくですね、プロ加盟しているジムに行くと。で、そこでですね、まあ練習を、するわけなんですけれども、まあ、ボクシングをはじめとする格闘技やったことない人はですね、まあ最低でも1年は見といた方がいいのかなと思います。まあ空手やってましたとか、キックやってましたっていう人はもっとね、早く、多分コツをつかんでですね、まあスパーリングをやれるようになると思うんで、もっと早くプロになれるかもしれないですけれども、まあ、ズムの素人からだったら、まあ一年以上は見ておいた方がいいと思いますね。まあね、ガチンコファイトクラブとかってね、半年でプロになるとか、3ヶ月でプロになるとかってなりますけど、あれ結構ね、相当努力を積んでると思います。まあ一年、やっぱり、ズームの素人だったら見ておきたいですよね。で、プロテスト受かるっていう段階ぐらいだったら多分ね、週4ぐらいの練習でね、いけると思います。まあ、週3、1年ってちょっとね、どうなんだろうねっていうような感じで、まあできればね、やっぱ週5、週6、ジム行って練習したいですけれども、まあ、最低週4かな。はい。で、それでまあ、スパーリング、多分やれるぐらいの、実力がついてきたら、多分ジムのね、会長とかトレーナーとか、ちょっとスパーリングやってみようかみたいな感じでスパーリングして、それでまあ、ある程度ね、まあ、これは受かるなと、まあ、これは受かるだろうぐらいになったら、プロテストを受けさせてくれるんですね。だからまあ、今まあ、プロテストの合格率が 80% ぐらいなんですけれども、なんで 80% かって言ったら、まあ、ジムの会長とかね、トレーナーがね、まあ、これは受かるだろうってやつしか送り込まないんですよ。受かんないかもしんないなっていう人は、多分プロテスト受けさせないんですよね。受けたいですって言っても、いやー、ちょっと今の実力では落ちちゃうから、受けられないよっていう、まあ、そういうふうに、言ってですね、多分受けさせないと思うんですよね。だからプロテストの合格率ってのはかなり跳ね上がってるわけなんですけれども、だから、まあ、プロテスト行くと、まあ、大体受かるやつだろう、大体受かるだろう同士がこう、スパーリングするので、だまあ、大体みんな同じぐらいの実力で。はい。で、あまりにもですね、スタミナがなかったりだとか、まあ、ボクシング技術があまりにも、乏しかったりすると、まあ、一方がね、コテンパンにするわけなんで、で、コテンパンにされた方はね、まあ、プロテスト落ちちゃったりするわけなんですよね。だからその中にはね、鼻血吹き出して終わるやつとかもね、いますから、それだけ実力差があると、まあ、落ちちゃうのかなってところで、まあその話は、まあそのぐらいでいいのかな。で、プロテストで合格したら、まず、4回戦になります。よく4回戦、6回戦、8回戦とかなんかありますけど、4回戦っていうのは、4ラウンド戦う選手っていうことですね。C 級のボクサーになります。C 級のボクサーは4ラウンド戦えて、B 級のボクサーは6回戦、6ラウンド戦えて、
で、A 級のボクサーになると8回戦になります。で、4回戦のボクサー、C 級のボクサーは、4回戦で4勝すると、この B 級6回戦に上がることができます。で、6回戦で2勝すると、今度は8回戦、A 級のボクサーに上がれますということで。で、ちなみに1引き分けっていうのは 0.5 勝 0.5 敗なんで、だから3勝2分けで、要は4勝分相当になる。で、だから3勝2分けすれば、6回戦に上がれる。だから、まあ、そうですね。それで、まあ、6回戦に上がれるっていう感じで。で、6回戦でも、まあ、2勝すれば、A 級に上がれます。ただ、6回戦になると、6回戦からですね、トップアマと呼ばれるですね、アマチュアで全日本選手権とか国体とか出てきた選手たちは、4回戦すっ飛ばして6回戦から来るんで、いきなりレベルが上がるんですよね。はい。だからなかなかね、4回戦スタートの人は6回戦のこの2勝っていうのはね、クリアできなかったりするわけなんですけれども、まあそこは置いといてですね。で、そうするとまあ8回戦になりますよと。で、今の多分ボクシングで行くと、多分8回戦から、まあ要は、日本ランカークラスと戦うことができるわけなんですよ。A クラスのボクサーになるとですね。で、多分日本ランカーを撃破すると、まあ日本ランクがもらえますし、で、かつ多分ね、ノーランカー同士でも2連勝ぐらいすると、日本ランクっていうのが与えられます。大体。で、今現在ですね、日本ランクっていうのは15位まであって、で、15位の選手までが、日本チャンピオンへの挑戦権があると、いうことになっております。挑戦権があるということだけで、挑戦できるとは限らないんですね。で、そこで、まあ、ひたすら勝ち進んでいくと、まあ、ランキングがちょっとずつ上がっていくっていう、まあ、そういうシステムになるわけなんですけれども、まあ、もちろんね、そこでね、まあ、お金のあるジムっていうのは、例えば、日本チャンピオンに、じゃあ、もう変な話、10億払うから、戦ってくれって言ったら、それは日本チャンピオンやりますよね、10億だったら。そう、だから、お金があるジムっていうのは、例えば、じゃあもう日本ランキング入っちゃったら、もう金の力ですぐにでも日本チャンピオンと戦うことができる。ただですね、まあお金がないジムというか、まあ普通のジムですよね。普通のジムはなかなか、まあ日本チャンピオンなんて一人しかいないわけですから。ね、その人がまあ年間じゃあ2試合か3試合しかしないっつったら、もう日本ランカーの1年間で2人しか3人しか日本タイトルマッチできないわけじゃないですか。で、そうすると15人いる中で2人か3人だから、いつ俺の順番が回ってくるんだって話になってしまうんですけども、ただ勝ち進めばですね、必ずランキングがどん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 上がっていくわけなんですよ。で、そうすると、まあ、チャンピオンカーニバル、今チャンピオンカーニバルっていうのかな、わかんないですけど、年に1回かな、年に2回かな、ちょっと、2年に1回かな、ちょっと、その辺のね、詳しくないんですけれども、日本ランク、一番上から2人がですね、タイトル挑戦者決定戦っていうのを、やることができます。で、まあ、もちろんね、断る人もいるんですよ。まあ、ちょっと狙っているのが日本チャンピオンじゃなくて OPBF の交渉って言うから、チャンピオンカーニバルは出ませんとか、あとね WBO アジアの方ちょっと狙ってるんでみたいな、そういうパターンも多分あると思うんですよ。あとちょっとね、ちょうどそのタイミングで今ちょっと怪我しててっていう、そういうタイミングもあって、で、日本ランクから、上位2人になると、日本チャンピオンの挑戦者決定戦が得られるということでですね、もうこのシステムはですね、素晴らしいシステムだと思いますね。本当に地方のジムでもですね、まあ、地方のジムだとなかなかね、日本タイトルマッチ組みづらいっていうのがあるんですけれども、それでもその挑戦者決定戦に勝てばですね、必ず、挑戦権が得られるんで、タイトルマッチができるということですね。で、挑戦者決定戦に勝つと日本ランク1位になって、で、日本ランク1位、その要は最強後楽園ですかね。で、日本チャンピオンに挑戦して勝てば日本チャンピオンになれるということになります。で、それをですね、多分世界タイトルも同じような感じになりますね。だいたい日本チャンピオンとかなると、WBC のね、世界ランクにね、だいたい乗ってきますんで、で、そこからまた勝ち続ければですね、だいたい世界ランクもちょこっとずつ上がっていって、まあ、もちろん階級にもよると思います。軽い階級はね、日本人の、まあ、体格に合ってて、まあ、競技人口もですね、世界的に見ると16に比べれば、少ないということで、少ないというか、まあ、日本人としての特性があるということなんで、世界タイトルのね、挑戦権っていうのは回ってきやすいんですけれども、ただやっぱ中量級から重量級になってくると、やっぱアメリカ人とかね、メキシコ人とかもううぞうむぞうにいますから、しかも強いのが、
ね、なかなかさ160センチ台のアメリカ人って聞かないじゃないですか。160センチ台のアメリカ人でもゴリゴリだったり、だからやっぱね、体重50何キロ、52、3キロのね、160センチ台のアメリカ人なんて多分あんまりいないと思うんですよ。ヨーロッパもそうですよね。メキシコとかもそうだと思います。なかなかそういう体型の人たちってアジア人がやっぱり多いですよね。日本人も含めて、ね、タイ人とかフィリピン人とかね。だそういう階級の人はですね、すぐに世界の順番ってのは回ってくるんですけれども、ただやっぱ、ね、村田選手みたいなね、もう70キロオーバーのね、ゴリゴリの選手とか、なかなか世界戦組みづらいというか、組めないですよね。本当に実績がないと。まあ、ただ、それでも勝ち進んでいけば、まあ、世界ランク上がっていって、で、世界タイトルマッチっていう、まあ、そういう流れになります。ということでです。なんで、まあ、すごく大変な道のりなんですよね。チャンピオンになるのっていうのは。まあ、なんでね、まあ、チャンピオンになるっていうのはすごく、大変なことだなと思います。まず、そもそもですね、大体4回戦で4勝するっていうのが、まず、ハードルがあって、で、次も6回戦で、2勝するっていう、まあ、ハードルがあって、で、今度は日本ランカーになって、そこでなんとか勝ち続けて生き残り続けるサバイバル。ね、そこもかなり難易度が高いということでですね、非常に難しいわけなんですけれども、まあそもそもね、一般人というか、まあボクシングやったことない人がですね、週5、週6でですね、ジム行くっていうのが、何よりものハードルなのかなと、私は思っております。ということでですね、まあ、今回、まあ、興味のある方がもしかしたら、いるかもしれなかったので、ですね、まあ、ズブの素人からのチャンピオンへの道のりというテーマで、お話ししてみました。本日はね、以上になります。来週の日曜日ですね、私も試合ありますんで、ぜひ、頑張ってみますんで、応援の方よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。